どうも、ネクストロナウジーニョって言われる選手、そんなにロナウジーニョ感ない。でおなじみでオザフトボールです。さあ始まりました、がっつり解説。一人の選手を深く楽しく分かりやすく取り上げるこちらの企画。今回取り上げる選手はアダマトラオレの憧れでおなじみこの選手、はい、ロナウジーニョです。今回ですね、まあ引退している選手なんですけれども、まあこういった時期なのでですね、過去の名選手を取り上げてみたいなというふうに思いまして、この企画にしました。というわけで、今回ロナウジーニョの経歴、ウィキペディアの方からまた引用させていただきます。こちら、はい、現在40歳で182センチ80キロ、グレミオのユース出身で、そこからですね、グレミオ、パリサンジェルマン、バルサ、ミラン、そこからね、地元ブラジルに帰って一旦ね、メキシコに行って、そこからフルミネーセ戻って引退してね、刑務所でもハットトリックと言いますか、5得点6アシスト、すごいね、成績を残して、どこ行ってもロナウジーニョ、やっぱロナウジーニョだなみたいな、そういった選手なんですけども、一つ一つ振り返っていきたいと思います。まずですね、ロナウジーニョ、非常にですね、あの悲しい少年時代を過ごしているんですね。それがですね、あの幼い頃にあのロナウジーニョ、お父さんのですね、アシスさんをですね、亡くしてしまいまして、それによってですね、お兄さんの、ロベルトさんが、ロナウジーニョの父親代わりとなっていました。で、ロベルトさんの方がですね、先にグレミオと契約を交わしまして、その時のですね、契約を交わした際のお金によって裕福になって、一気にですね、その豪邸に移り住んで、それでもね、広い家の中で、ボールを蹴って育っていったそうです。で、そのお兄さんのロベルトさんね、コンサドール札幌でも、ね、あのプレーしていた、選手で、その時にね、お父さんの名前であるアシスがね、登録名だったそうなんですけど、その亡くなられたね、お父さんが、ね、ロナウジーニョのお兄さんがグレミオと契約する際にですね、将来超一流の選手になるはずの子が家にいます、ロナウドと言いますって感じでね、ロナウジーニョの方も紹介していたみたいな、そういったエピソードも残っています。そして13歳になったロナウジーニョ、ある大会で1試合に23点も挙げたと。この時のことをですね、ちょっとあの原文のサイトみたいなのを見てみましたら、なんかあのロナウジーニョが自分はユースチーム入ってたけど、周りはね、体育でサッカーやるだけだったみたいな、そんなことを語っていまして、それでもね、23得点はすごいんですけど、まあ、それによってですね、ロナウジーニョが所属するですね、ユースチームにこう観覧でね、来るお客さんがすごい増えたっていう、そういったエピソードもあります。そしてロナウジーニョ順調に成長しまして、18歳でグレミオのトップチームにデビューします。そして3年後2001年にアーセナルからですね、このロナウジーニョと契約したいという興味をね、示した話があったそうなんですけれども、 EU 圏外選手のですね、問題によって、労働許可書が下りないということで、この移籍話が破談になったそうです。で、アーセナルに移籍できなかったロナウジーニョが移籍したのがパリサンジェルマンということで、5年契約でね、移籍金は500万ユーロね、もう今から考えるとロナウジーニョ500万ユーロで取れるのっていう感じですけれども、ここに移籍しまして加速したそうなんですけれども、ただですね、当時のルイス・フェルナンデス監督がですね、こういう風にコメントしています。サッカーよりもパリでの夜遊びで注目を集め、ブラジルでの休暇から予定通り帰国しないって感じでね、まあ、今もね、伝わるロナウジーニョ伝説のですね、一端が、垣間見える感じがしますね。で、その後にですね、まあ日本で行われたですね、まあ日本と韓国共同開催で行われたワールドカップでですね、 3R の一人として活躍しますね。ロナウド、リバウド、ロナウジーニョ、この3人のね、この352のシステムで、ロナウジーニョが一応ね、初期配置でトップしたみたいに書かれますけど、リバウドとロナウジーニョがすごくね、まあ入れ替わりながら、こうボランチから引き出したパスでゲームメイクしつつみたいな、実際試合見返してみると、あの 5-3-2 って言いますか、5人のね、こうディフェンスラインとその前のダブルボランチですごいね、強化の守備を作りまして、そこからカウンターって感じで、当時はね、あの後ろからどんどん回して、前からのプレスがね、かかっていないところをですね、こう利用してみたチームがなかったので、ロナウドとかロナウジーニョとかリバウドの守備意識が緩慢でも、結構ね、ブラジルがそこをね、耐えてしまえば前線のその3人がなんとかしてくれるみたいな、そういったサッカーになっていました。ただですね、その中でまあね、あの有名なシーンでロナウジーニョをね、こうシザースフェイントで長い距離持っていくところとかね、イングランドのキーパーのね、シーマンの上をね、通していく、フリーキック決まったシーンもありますけど、まあ、現にあの大会からですね、ロナウジーニョ注目度はぐっと高まりましたので、まあ飛躍の大会になったと思います。そしてですね、2003-2004シーズン、パリサンジェルマンに1シーズンいた後にですね、バルセロナに移籍します。この時ですね、ジョアン・ラポルタという会長は最初にですね、ベッカム狙いますって言ってたんですね。ただベッカムがレアルマドリド行くことになって、じゃあその代替候補として上がったのがですね、ロナウジーニョだったわけなんですね。で、この時の、エピソードロナウジーニョ語っています。ユナイテッド移籍は実現寸前だった。移籍完了まで48時間の問題で、サンドロ・ロセル、過去当時のバルセロナ会長がオファーを受ける直前に電話してきたんだ。私がバルセロナ会長になったら移籍したいかってね、自分はイエスと答えた。ロセル会長が会長選に勝利するときにはユナイテッドとは契約の詳細を詰めるだけだった、自分はバルサでプレーすると彼に約束した、あっという間の交渉だったというわけで。ただですね、当時の会長、これラポルタなんですね、調べてみたら。で、このロセルはですね、会長になるのはこのずっと後ですので、あのこの翻訳が間違ってなかったら、ただね、多少ね、当時のバルセロナ会長のところを副会長、会長って訳してしまったのは仕方ないんですけど、その後ね、
ね、ロセルが会長戦に勝利するときに、ユナイテッドとは契約の詳細詰めるだけだったっていうのはもう確実に時系列おかしいんで、なんでね、ロナウジーニョがちょっとドラマチックに語りすぎたんじゃないかっていう、そういったね、この疑惑が、出てきますね。で、これね、前にね、動画でちょっと紹介したんですけど、カッサーノがですね、ロナウドの逸話語ったとき、レアルマドリード時代にですね、デポルティボ戦、なんかロナウドが、ハーフタイムに負けていてですね、ロナウドを下げて、ファンニステルロイを監督が出そうとしたら、ロナウドが、監督待ってくれた、15分待ってくれた、俺が2点決めるからって言ったら、本当に15分で2点決めたみたいな、カッサーノその話しているんですよ。ただ、そんなですね、状況は起こってなかったそうなんですね。その話聞いた人が調べたら、デポルティボ戦で 1-0 で負けた状況から、ロナウドが2点取ったみたいな試合はなかったらしくてですね。なんで、まあもしかしたらちょっとした間違いかもしれませんけれども、こういったなんか天才は話を盛る癖があるっていうですね、このロナウジーニョとカッサーノのエピソードのこの共通点を今回ね、調べてみたら見出してしまいました。で、ここからはバルセロナ入った時の話しましょう。当時僕リアルタイムで見ていましたが、こういった、形で最初は、スタメンになっていました。4-2-3-1のトップ下でですね、ロナウジーニョがね、ミドルシュート、試合終了間際決めて、引き分けたりですとか、ロナウジーニョのおかげで勝ち点0が1になったり、勝ち点1が3になるみたいな、そういった試合があって、なんとかですね、こう持ちこたえてはいたんですけど、それでも順位は低かったんですね。ただ、そこからですね、ちょっとした、きっかけによって、バルセロナぐっと上向きます。それがですね、ダービッツの加入ですね。このダービッツが加入して、システムがですね、このように、4-1-2-3 になりました。4-1-2-3 の左インサイドハーフを、ダービッツがやることによってですね、守備において、ロナウジーニョがですね、まあ、戻らない時にですね、ダービッツが後ろのスペースをですね、カバーしてくれるといった、プラスの効果がありましたし、攻撃においてはロナウジーニョが左からですね、右利きのロナウジーニョが中に視野を持って入ってこれますので、外を上がっていく、ね、ジョバニ・ファン・プロンク・ホルスト、ここではジオってなってますけど、この選手を使ったり、逆サイドのね、ルイス・ガルシア、これがね、左に置かれてたのが、右に置かれてどんどん斜めに入ってくることになったんで、ロナウジーニョのそういったね、長いパスも活かされるようになったと。そして、ね、アンカーの選手が持っただったりとか、まあ、ダブルボランチの時、ジェラールとか、チャビもやってたりしたんですけど、かなりここが不安定だった部分が、オランダ代表のね、かなりマルチに、もうフォワードまでやってたような、いろんなポジションやる選手だったんですけど、この選手が固定されて、ダービッツとコクと、チャビによって、中央にきちんとフィルターができた。それがですね、すごく大きかったと思います。で、チャビが右サイドで、時には前に上がってっていう、ちょっとね、デブライネ的な、こう、ウィングが釣ったスペースの内側も入っていきますし、サイドバック上がらないとき、外側も上がるみたいな、そういったね、全部がこう、うまくいき出したんですね。で、これ、ダービッツが入ってこのシステムになったっていうによく言われるんですけど、それは実際は違くてですね、その前にルイス・エンリケだったりジェラールだったりいろんな選手が左インサイドハーフをやってたんですが、怪我だったりとかコンディション悪かったりであんまりハマんなかったんですね。そこでダービッツが入ったことによって、まあ、ダービッツの強いパーソナリティ、守備で頑張るんですけど、攻撃の時も、ロナウジーニョに頼るっていうより、ロナウジーニョいても時には無視して自分で仕掛けるみたいな、ね、ミドルシュート打っちゃうみたいな、そういった選手でしたので、それによって、まあ、ロナウジーニョだけにマークが集中する状況を避けられたっていうのもあると思います。で、その後、エトーが入ってきたりですとか、前のシーズン、モナコでね、チャンピオンズリーグ決勝まで行ったジュリが入ってきたりとか、ダービッツは、契約の問題出ていってしまったんですけど、代わりにね、チャンピオンズリーグ優勝したデコが入ってきたりとかですね、大幅な戦力アップを成し遂げたんですね。で、それによって2005-2006 シーズン、そして2006-2007 シーズンとリーグ戦連覇することになるんです。で、この時のロナウジーニョエピソード、またね、不思議なものがあるんですけど、イニエスタにですね、朝3時に、レアルマドリードに移籍することになったって言って、電話したそうなんですね。で、その時に誰にも言わないでくれよと、お前を信用してるからなって言って、ロナウジーニョは電話を切ったそうなんです。で、その後にですね、エルクラシコの日、レアルマドリードと対戦する日にですね、ロナウジーニョは試合前のロッカーでこう言ったそうなんです。僕にとってこのチームが家族のような存在だ。実はチームメイト一人一人に電話して6月にチームを離れることを伝えた。だけどみんながそのことを心の中にしまい僕を裏切らなかった。僕はレアルマドリーなんかに移籍しない。このクラブでまだまだ活躍するつもりだ。さあピッチに出てマドリードの選手たちに僕たちの強さを見せてやろう。というわけで、なんでそんなことしたんだろうって思いません？ね、イニエスタとかね、誰でしょうね、デコとかベリッチとかみんなにね、ちょっとレアルマドリード行くわ、つって、これ誰にも言わないでねって全員に言って、で、レアルとの対戦当日に、みんなが黙っててくれたから僕は行かないよって、それ何の遊びなのそれって思ったんですけど、なんでちょっとロナウジーニョの気候が目立つなと思って、いい話みたいにこうネットに書かれてたんですけど、僕はすごく不思議に感じたんで、皆さんに紹介しました。で、その後にですね、2007-8 シーズン、このあたりからですね、ちょっとバルセロナというかロナウジーニョがこう傾き始めるんですね。それなぜかと言いますと、
テンカテというバルセロナの、ライカルドのアシスタントコーチ、これがアヤックスの監督になります。それによってですね、この人鬼教官でしたので、ロナウジーニョとかデコとか結構練習をサボる選手が出てきたそうなんです。で、その時にですね、エトーが怪我して復帰した試合で、まあ、スタメンから使われなくて、最後のね、残り8分間ぐらいの出場になりそうだったと。で、それでエトーにですね、アップを命じたらエトーが嫌がって、それが大問題になったんです。その時にロナウジーニョがですね、チームのために、みんなで力を合わせなきゃみたいに言ったら、エトーがこう言ったんですね。俺が試合出場を拒否したかのようなライカルトの発言は不愉快だ。最も不愉快なのは監督だけじゃなく選手の中にもいる。自分は好き勝手なことやってるくせに、やたらとチームプレーが大事なんてふざけたことを言うやつだ。そういうやつに限ってジムに引きこもって練習に出てこないじゃないか。俺は風邪をひこうが軽い怪我をしようが一度だって練習をサボったことはないというわけで、これが確実にロナウジーニョのことだっていうふうに、まあ言われてるっていうか、まあ皆さんもお気づきだと思います。まあロナウジーニョに関してはですね、当時のエピソードで、前日夜遊びしすぎて練習に来てもですね、ジムで寝ているだけだったってことは結構ザラだったそうなんですね。で、この後ですね、ミランに行っても、そしてね、メキシコに行っても、当時のチームメイトとかがロナウジーニョのサボり癖っていうのは言っていますので、これは実際にやられていたんじゃないかと。あとハーフタイム中にですね、これは元のサイトが出てこないんで、噂がかなり漏られただけかもしれないんですけど、試合中のハーフタイム中に、女性とゴラスト決めてたみたいな、そういった話がありまして、あまりにも時間短いだろうというふうに思うんですけど、ロナウジーニョだったらですね、そういったハーフタイム中のゴラストあるかなというふうに思いまして、ここでね、紹介させていただきました。で、あとはブラジル代表でのエピソードで、ロマーリオにね、いろいろ仕込まれたらしくて、ロナウジーニョは南米選手権のベースキャンプから、ロマーリオと脱走したと。で、壁をよじ登って、通りに出ると、ロマーリオがナイトクラブに行くためのタクシーを手際よく待たせていたことに、ロナウジーニョは驚いたという、まさにプロフェッショナルな仕事だったというわけで、このロマーリオもかつてバルセロナのエースとしてですね、君臨していた時代がありますので、まあそういったところでね、もう偉大な先輩もこういう風にやって成り上がったんだって思うと、ロナウジーニョのね、行いが改められなかったっていうのもですね、必然なのかもしれません。で、こういったことがありまして、2008-2009 シーズンですね、ペップが、就任しまして、ロナウジーニョ、エト、デコ、この辺をね、戦力外にしました。ただその中でロナウジーニョには残ってほしいっていう話をペップがしたっていう、まあリップサービスかもしれませんけど、ロナウジーニョが言っているんですね。で、ロナウジーニョに関しては、メッシをですね、かなり気に入ってて、バルセロナのロッカールームって、スタメン側と控え側でちょっと分かれてるそうなんですよ。ね、もうずっといる選手たちは U の字になってて、その反対側に上がってきたばっかりの選手がいると。で、普通ならメッシそっち側なんだけど、ロナウジーニョの横空いてたからそこに座らしたみたいな。それクラブにロナウジーニョが実際に掛け合ったみたいな話があるらしくて、そのロナウジーニョがメッシをですね、いろんな夜遊びに連れ出していて、ロナウジーニョも怪我がちだったそうなんで、なんでペップはね、前にも紹介したみたいに、かなりですね、節制する食事制限とかですね、体重管理とかね、体調管理かなり気をつける方ですから、ロナウジーニョとメッシを引き離したかった、だからロナウジーニョを戦力外にしたっていうところあると思うんです。ただロナウジーニョがそれを改めるなら残したかったみたいなところで、ロナウジーニョはですね、もうバルサでの自分の、そのね、キャリアといいますか、このサイクルが終わったっていう感じでミランに移籍します。で、ミランに移籍した後のプレーですね、今日できるだけ見たんですけれども、このですね、ミランでのプレー、確かにですね、ドリブルでの切れ味だったりですとか、グンっていう加速力はなくなってるんですが、ためを作れるね、そこのテクニックは素晴らしいんですね。で、ミランのサッカー自体ですね、バルサよりもかなり頭上ボール行き来したりですとか、早めに攻めるんで、ロナウジーニョがボールを持った時にですね、そういった、まあ、ためを作る役割っていうのを、まあ、やったり、まあ、ロナウジーニョを経由しないで攻撃したりみたいな、まあ、そういった、こう、ミランのね、全体的な、プレイモデルです。で、ロナウジーニョがですね、ちょっと、こう、かわいそうだったのは、やっぱりそういったね、早い攻撃が多いんで、ロナウジーニョ得意な、ためを作ってサイドバックの上がり待って、そこの連携使うっていうのがあまりできなかったところ。ただね、パトが怪我するまではパトの裏抜けに合わせてスルーパスを出していたりとか、インザーギへのね、こう絶妙なパス出してたりとかしますので、スピードは落ちたかもしれないですけど、パサーとしてですね、ミラン時代はですね、こう輝くシーンを、かなり作っていたみたいな、そういった印象がありました。ただアレグリ就任してイブラヒモビッチ来たのもありまして、やっぱりね、ロナウジーニョがこう戻れない、守備に貢献できないっていうのはかなりね、この後方の選手、特にサイドバックにとっては常に数的不利にさらされますので負担になります。なのでロナウジーニョが、まあ、スタメンから消える機会が、多くなってしまったみたいな感じで、そのがチームを放出されて紹介したような経歴を転々としたという、そういった形になります。ではここからはですね、プレースタイルの話をですね、していきたいと思います。まあプレースタイルに関してはもうね、今更ですけども、スーパーテクニシャンですよね。もうほんとエラシコだったりですとか、シザースフェイント、あとシャペル、相手のね、頭上を越すようなね、そういったね、ボールの、このさばき方をして、それで相手を翻弄するみたいなシーンがあります。で、その時にですね、かかと使ったり、足の外側使ったりして、ちょっとね、相手にすごい激しく寄せられてんのに、ニヤニヤ
ヤしてるって言いますか、すごい楽しそうにね、サッカーをやるんで、そういったところもインパクトに残る理由だと思います。あとは停止と加速。特にですね、バルセロナ時代とかは、一気にドリブルで加速したかと思ったら、相手の前で一気にね、今度はスピードを緩めて、相手も止まったところでまた一気に加速するみたいな、緩急と足技のテクニック、両方あるので相手は対応しづらかったと。で、そこにね、逆サイドに蹴れるね、ロングキックの精度があるんで、視野が広いんですね。で、逆にね、自分がボールを受ける側になった時ですね、そこのトラップをピタッて止める時もあればですね、背中を使ってですね、味方にパスをしたりとか、ほんと遊び心を忘れない選手って感じで、なんでね、ロナウジーニョのプレーっていうのは、こう、一個一個インパクトがあって、それがですね、こう、ちゃんと結果に結びついてるっていうのがすごいなと思います。その理由もやっぱりポジショニングだと思うんですね。何より降りてきすぎない、そして裏に走るっていうところだと思います。ロナウジーニョどうしても足元のテクニックばっかり、こうね、見られがちですけれども、エトーがですね、開けたスペースだったり、ラーションが開けたスペースに自分が走っていくみたいなシーン。ね、ロナウジーニョぐらいの選手になるとマンマークされて、それによってね、相手の視野の中ばっかりでプレーしているとどうしてもね、試合から消えてしまうことがありますので、ミラン自体にはかなり少なくなってるんですけど、バルサに加入したね、1年目、2年目とかかなりね、裏に走るシーンもありますので、その辺がロナウジーニョの素晴らしいところであり、サッカーにはやっぱりね、そういったね、この、ボールがないところでいかに走れるかっていう、フィジカル面が大事っていうことをですね、表している現象だと思います。で、何かね、ロナウジーニョのここがすごいっていうところをですね、プレイ解説したいなっていうふうに思いまして、あんまりポジショニングとかですね、そういったところ言われないんで、このシーンピックアップしました。これですね、2004-2005シーズンのですね、ヌマンシア戦でして、右から左に攻めるですね、かなり画質荒いんですけれども、このね、黒と一応青と赤なんですけど、黒っぽく見えてるチームがバルセロナです。で、この時にですね、ここでボール持ってるのが、マルケスとね、ポジションチェンジした、インサイドハーフの、イニエスタです。で、このイニエスタがですね、ウィングだったかな？まあ、アンカーの位置までイニエスタ降りてきてるんですけど、この時にですね、この、今で言われるハーフスペースみたいなところ、ここにいるのがロナウジーニョなんですね。で、ここでですね、ロナウジーニョが、このようにちょっと降りてきてね、このスペースでボールを受けようとしてる。わかりますかね？このちょっとね、ブレてることによって、この辺からシュッて降りてこようとするんで、相手の左サイドバックも、ロナウジーニョついていくと。なんで、こんだけ密着されてるところに、イニエスタからこのね、これボールなんですけど、イニエスタからこういうパスが入るんです。で、普通だったらこれだけ、密着されてると、ここでボール受けた時に、普通にね、後ろに、このね、後ろから上がってきてる、これマルケスなんですけど、ここに落とすとか、サイドバックに流すとか、一旦ね、ボール出してくれた選手を戻すとか、自分がね、長くボールを持たないプレー、潰されないプレー選ぶじゃないですか。ただ、こうなります。はい、ごちゃってなって、これね、こっち側がロナウジーニョです。ゴールこっちあるんで、ロナウジーニョがゴール側にいるってちょっと不思議な感じするじゃないですか。で、次のシーン。はい、当たり行った相手倒れてて、ロナウジーニョ入れ替わって前を向いてしまったと。まあ、こんな感じでですね、ちゃんとハーフスペースでボールを受ける意識があるんですけど、そこでですね、まあ、味方がちょっと無理めなパスを出してきてもですね、それを、きちんとボールを受けて相手に潰されず前まで向いてしまうっていう、このシーンだけでかなり規格外っていうのは皆さん、お分かりいただけたと思います。降りてきすぎず、このスペースでちゃんと技術を発揮する。ここでやりがちな選手、天才プレイヤーで多いですけど、ちゃんと間で受けて、それによって他の選手たちがフリーになる構造を作り出してるっていう、これがロナウジーニョの凄さですので、今回ね、ちょっと荒い画像になって申し訳ないですけれども、取り上げさせていただきました。そしてロナウジーニョはですね、燃え尽き症候群があるみたいな、そういったね、弱点も言われます。現にね、ワールドカップ優勝した後の次のシーズンのね、パリ・サンジェルマンでの成績は、良くないものですし、バルセロナでもチャンピオンズリーグ取った後にですね、先ほど言ったような、まあ、夜遊びだったりの問題が出てきました。で、これですね、飽き性っていうのがロナウジーニョあるのかなと、両足使える、特にですね、左足でのミドルシュートとかを決められるんですが、サイド突破したあとですね、ラボーナで左足使えば普通にクロス上げられるところラボーナで上げるみたいな、そういったね、一工夫加えるみたいな、そういった遊び心のあるシーン、ロナウジーニョですね、もう代名詞としてすごくね、面白いシーンなんですけれども、普通にはやりたくないっていうか、かなりね、当たり前にプレイすることに飽きるみたいなところもあるのかなと思いまして、その飽き性に技術とフィジカルがついててスーパープレーにつながるんじゃないかと。普通ならこれだけのね、異常な状況って飽きることはないはずじゃないですか、このトップリーグでプレイしていて。ただそれだけね、ちょっと飽きながらプレイする、そこにね、フィジカルと技術がついてくることによってですね、チェルシー戦のテリー吹っ飛ばしたミドルシュートとか、サンバ踊った後のですね、キーパーのタイミング完全に外したシュートとか、ミラン戦のガッドゥーゾとネスタ振り切った後のミドルとか、クラシコのですね、ハットトリックとか、ああいった極限の状況の中ですごいゴール決められるっていうのは、冷静にプレイできてるからで、この飽き性的な性格が長い活躍には繋がらなかったですけど、
スポットスポット的に、普通なら極限の緊張状態の中で、ね、当たり前に、こう、相手を嘲笑うようなプレーなんてできないはずなのに、それができてしまうのは、ある意味、この飽き性さが冷静に繋がってるのかなっていうふうに、僕には思いました。というわけでいかがだったでしょうか。今いる選手に例えようとしても例えることができない、スーパーなテクニックにスーパーなフィジカルがついて、それをね、ナチュラルに戦術的に重要なポイントで発揮しつつ、ね、なおかつニコニコしてるっていうですね、本当に異次元な選手、それがロナウジーニョだと思いますので、ぜひともですね、プレーとか、見られる方がいましたら検索して見てみていただけたら嬉しいです。いいね、コメント、面白い動画だと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。レオザルトボーイでした。バイバイ。